ちょっと待ってくださいロ,ボンログインしなきゃこんばんは今日もお疲れ様です皆さん <laughs> お疲れ様です あ、時計持ってくるの忘れちゃった待ってちょっと時計持ってくるの忘れちゃったドボン配信なのに時間忘れるちょっと待っててくださいちょっと待っててね あ取れた取れたトが取れないかと思ったただいまよしでドボンログインしますね先にいい取れたちょっと久しぶりかもしれないドボンするの <laughs> ね、去年去年じゃない間違えた先月同伴イベントしてたもんねだからちょっと少なくなっちゃった今月する回数がいやハンドクリーム塗っていいですか <laughs> ちょっとっかくね乾燥する時期なのでいい匂いする みらんちゃんありがとうございます。可愛い,いだって。よし？コメントはね。ちょっとログインして変えたりするんだけど、プレイはね。全然してないだから自分の100位に入れてない。です。だから今日は100位に入りたいなって思ったりしてます。ちょっとのもちゃん飲みます。 よーしログインできましたお皆さんがいいねしてくれてるからじゃあなんか買えます何にしようかなでドボンにしようドボン普通にドボンにしました今9万コインあるから、ね、引こうかな結構引いたんだけど自分のカードを星読んでた今月のは 先ほど、ボンの,あの会社の人とお話ししてて1位取れましたって言われたんですけどちょっと自分の4位でしたってお話ししてて自分で1位取ったら称号あの1位の称号もらえますよって言われて <laughs>。 なんかでも私が1位取ってもあのー、メンバーなので私のランキングの2位の人も1位の称号もらえるらしいですだから大丈夫。 では十分ぐらいから始めようかなって思います。これどうやってあここかドボン配信今私どんな感じなんだろうドボングランプリっていうのやってるんだ。 今私は自分の136位だ入れないことないゴールデンウッドタイムにやらなきゃマシ、ま、さんありがとうありがとうございます今日はねん何この旗みたいなやつ新しい機能イベントあこれイベントしてる人に出るのかな これ閉じたらいいのかショールーム変わいましたよこれ使用ちょっとわかんないやじゃーん今日はカンビーのパジャマかわいいです私イベントなんかしてないのにねなんか旗みたいなイベントのやつ 今ショールームのイベントは大変そうなのであそうだドボンライブなんかどうなんですか皆さんチケットちょっとよくわかんないんですけどこれそうですか どんな感じなんでしょう。繰り上がり？当選したよみたいな言ってる方がいらっしゃってん、おやおや？なんですなんですかそれはって感じでなんですけど。うんチケット当たった？だね。 きょうさかな今日さじゅしんさつえしてたからこのねじりしてたのそれのあとがボコってついちゃってちょっと水で押さえたんだけどもうだ丈夫かうんわりとついてない明日も公うだしおんこれは何のワホゲだ あ、やばい、10分から始めるって言っちゃったね。12分から、えっと、あれなきゃ、ちょっと話そうと思っちゃった。違った。じゃあ12分から、一斉の出で押します。もうちょっと話そう。久しぶり、なんともんだ。12分からでお願いします。すみません。 あ波動の当選発表もあったのか波動あそうだ波動のユニフォーム見ましたよえめっちゃ良かったです私の私のしか見てないんだけどいい感じだったのでぜひ1月10日楽しみにしておいてくださいめっちゃ可愛かっただから皆さんもぜひゲットして 来てください。<laughs> 来てほしいな。来てくれたら嬉しいです。一月十日。あと。うん。あ、ゲットしてくださります。ありがとう。 外れちゃったでもまだ全然出ると思うのでもしこれとら待ってます配信もあるのでねぜひ配信で応援してくださると嬉しいな感じで今10時11分になりました12分ぴったりに押します皆さんもぜひ参加お願いします 参加される方の条件としては、はい、えっとホテッチャンカードを一押しでお願いいたします。じゃないとホテちゃんとマッチングできない仕様になってるんですよ。だからぜひお願いします。<laughs> はい。マシューなんですよ。ちょ、上位条件なんかマッチングできない仕様みたいで。あ、マッキーちゃんありがとうございます。トナカイ。 わあ嬉しいありがとうございますえそうそんなシーンはあるらしくてちょっとちゃんとフタちゃんカードを一押しでお願いしますえこれガチですガチガチあのめっちゃガチなんでこれよろしくお願いしますねはい <laughs> もうめっちゃガチなんでお願いします <laughs> ねこのなこと喋っちゃったらジュニアになっちゃったお押した押しました <laughs> すみませんお願いしますすごいあのイベント期間にたくさん当たってた方がいらっしゃいますついついエイトばっか出しそうにな,りそうになる えすみまもうドボン配信めっちゃ下手くそだちょっとドボン配信下手くそなんですよ私すいませんあの <laughs> お手柔らかにお願いします18周年のアイコンにしよっかな に忘れてましたお話ししてたらドボンおそごとごめんなさいあとあのー、1月3日から私も今日知ったんですけど1月3日から AKB48 と、えー、大丸東京店さんとコラボのんど第3弾らしくてらしくてって第3弾 で私も今日実物見たんですけどめっちゃかわいいめっちゃかわいいですやばい私あのクリスマス「M ステ」クリスマスの衣装がめっちゃ一番大好きなんですよあ上がれましたやったじゃあ次は16分に始めますバッグ買おうかなって迷ってる。 あわでもポーチポーチ、うん、バッグはねちょっと派手な気がして赤チェックだからポーチ買おうかなと思ったら鏡。 あれはね久しぶりのリップグロスの紫のやつが久しぶりのリップグロスの衣装であと1本冬バージョンみたいなで赤チェックのやつが「M ステ」なんかの時に「ネモハマ」だったかな「M ステ」のやつだと思いますク熊さんめっちゃ可愛いありがとうございます 写真もらいましたあ、見ます？じゃあ次の16分の押したら出しますねあと30秒そう写真いただきましたお先に皆さんよりはい全然あの皆さんあの時間分かってるんで全然時間のコメント大丈夫ですちょっと見てますあと10秒ですちゃんと押すよ <laughs> 3 2 1落ちたあ一人私のカードの方だ嬉しいありがとうございますマックスさんダメだったね全然あ当たらなかったみんなと。 え全部見せたらあれかな,なんかな6種類全部ね6種類なんですけどあのー、全部み見せたら皆さん開封する時にたあれお楽しみないかなって思って全部見せなかったんですけどだから3種類だけ見せますねあじゃちチラッチラッだけちゃうあのー 見せたない3種類ちらってお見せしますね今がまずよりあ終わっちゃった次は19分から始めます19分から始めます俺なんか私さっき 132位だったのに133位になってるんだけど悔しいあれ134位だったっけさっき引き合わせをよりキュンわっキュンポーズしてるキュンこんな感じで「10」がいきますよ チラッチラチラッチューはこんなポーズしてますで引きがじゃんこんなポーズしてるってな感じでーすでさっき あやっやぱあと30秒ですよ皆さん準備できてますかこんな感じそう全部帽子かぶってるそりゃかぶってますよ全部同じ時に撮ってるからあ十10秒あと10秒だうん。 した。うん、二人いらっしゃいます。私のカード。使ってくださってる。ここ、ここねだけさん。と。マウントメガネさん。よろしくお願いします。ここねだけ。さん、大丈夫ですか。大丈夫ですか。こ <laughs> こちゃんの。も僕のカード使ってくれてる。でも。 じゃあ、許します似てる ありがとうございます <laughs> あ上がられちゃった次はじゃあ十三分から始めます二十三分あ、ドッポングランプリクラス E になりましたと中 持ってるこれ最強ツインテールの一緒ですねせっかくならツインテールしたかったかできないんですけどすごいこれまつ毛すごいいい感じに写ってるのでぜひチェックゲットして確かめてみてください あ、見えない画質がえっとですねよりよりちゅうちゅうひきひき全部2枚ずつ入ってますどうしようもう自分のだからあんまりいらないからどうしよう <laughs> 自分の柔軟のあんま いらないかもおかわいさんのほうが欲しい買いに行かなきゃあ全部あれなんだ柄が違うんだあと最近マカロンミックちゃんをゲットしたん ねママかパパにあげるえっマユにあげないよ絶対えー、この前ねソララがねあのモカのハロウィンの生写真買ってくれたの尊すぎないそし,したらソララが持ってきてくれて「おちゃちゃん!」「一回サイン書いて」ってかわいすぎる。 ね、可愛い,いね。嬉しい。<laughs> 嬉しいよね。あと十秒です。皆さん。五六。一。八。九。十。うん。一人いらっしゃいました。よっ。嬉しい。 でもかすみ推し <laughs> 定しよう模擬さんのカードを使ってるでてユキタの時も見つけてる。 あななたは一体誰なんだ <laughs> 今日は和木さんとお会いしたんですけど和木さんなんか最近目が合うたびに「おって」って手振ってくださるんですよめっちゃ嬉しい今日も23回「おっって 手振ってくださってドボンされちゃった手振ってくださいました嬉しい <laughs> 嬉しいよねりょうさんありがとうございます次は じゃあ二十七分で行きます。二十七分。電話かはちょろいので、あのー、昨日息といたんだけど、息に。 最近お木さん気になってるかもって言ったら「え雪の方が先だから」って「が先だから」って言われちゃったそうだよねストローナさんありがとうございます <laughs> 地図にそう <laughs> 今日あのー、ゆきが写真撮ってもらってたんだけど先輩と <laughs> その写真をいきなりチラッて見せてきて <laughs> ああ「あよかったじゃん」って言ったらニコってしてどっか行っちゃった <laughs>。 お茶飲もうよかったね雪ってぼさぼさなんだけどえね本ほんとにぼさぼさどうしよう あと10秒 <laughs> やっぱ話しかけてくださるとすぐ好きになっちゃうね八 <laughs> 9 1 0あ嬉しい中地さんしんのすペさんありがとうございますカード使ってくださってる ありがとう。かかるな。 すごいいっぱいピンクと赤のペンライトを振ってくださってるえあ終わりました終わりましたやばいドボンドーンで終わりました次は31分から始めますうん4人抜けたいきなりなかなか自分の順位上がらない今は129位にいる自分の。 何しようと思ったんだっけおねえねえなんか土曜日と日曜日の今週の23『23日召』の握手会のなんか詳細みたいなのが出てるじゃないですか,なんかキッチンカーとかそこの中になんかアサインボールがあって。 ゆきとえりこからお送ら,送られてきた「アサイボールあるよ」って <laughs>「アさイボール」でもねアさイボール毎日食べてるから朝いいかなえ23のねケータリングがやばいのめっちゃ美味しそう何も見てないけど <laughs> 名前だけで美味しそうなのだからちょっと皆さんにちょっと「v i v ス s とかで。 送りますね何食べたかちょっと楽しみすぎる二十三のケータリングがちょっとキッチン館じゃないんだけどメン,メ,ンメンバー用のえ、なんで知ってるの回転寿司ってえ、なんで知ってるんですかえ、やば投資能力者ですか 何知ってるの？出回ってる情報なの？<laughs> え？なん知ってるの？怖い。すごい。すごいね。次三十分です。あと三十秒くらい。 アサイボールえ嬉しいねちょっと私いつも皆さんにアサイボール食べてほしいなって思ってたのでぜひあの私は食べないんですけど皆さん食べてくださいアサイボールってねちょっと冷たくて体が冷えるのよだから会場とか暑いからぴったりかもしれない服決まってるかわいい感じのやつ来ますで24日が赤サンタさん来ます 二人でした私のカード使ってくれてる方なコちゃんやすさんありがとうございますでまたお話が戻ってしまうんですけどあのー、今日ね ドボンの方とお話ししてた時に私1万以外のカードを持ってるんですよって言ったら「<laughs> ノンノンノン」「カードなんじゃないけど <laughs> いやいやいやあのー、1つメンバーがゲットできないカードがあるんです」って言ってちょっとドボン上がりとか「次はじゃあ35分で1つメンバーができないカードがあるんです」えっ何ですかそれは たらあのー、クラブのオークションカードあれゲットできないからずっと私は2個ゲットできてないです今のところ配ってくださいって言っておきました言ってない配ってくださいってはるぴょうさんが言ってるのを聞きました そうだから欲しいな誕生日カード欲しい誕生日カードもよろしくお願いしますって言っておきましたあ明日公演待ってます明日公演なんだね公演なんだねって 他人事みたいなっちゃった公園です明日 <laughs> 明日公園の前にレッスンあるの大変だなでも夜だけかバッチリです 17期ばかりそうですそうですで明日公演あったら112次の日お休みでお休み <laughs> お休みじゃないんだけど次の日は 一旦えんなくてで25間違えたもう生話してるの今 <laughs> ちょっと頭が回っておりません2324ねえね握手会楽しみなんですけど、ね、いきなりめっちゃめっちゃいきなりテンション上がってる握手、ね、会楽しみなんですけど じゃあ,あそうだこの前マックチャレンジしたんですよえっ部分あと10秒23 ん、一人でした。私のカード使ってくださってるかった。りょうさん。ありがとうございます。私のキティちゃんチャレンジ。何を出たかと言いました。<laughs> 祭り祭りキティちゃんになりました。これは。 あドボンされちゃったパンケーキのハッピーセット頼みましたパンケーキのハッピーセットかナゲットのハッピーセットよく頼みますっていうかよく頼みますっていうか2回しか頼んだことないんだけどそうハッピーセット今キティちゃんがついてくるので私が欲しいのがあさってからが多いので。 明後日からまた買ってみますパンケーキ次はじゃあ39分から始めますわあ<ー> <laughs> かわいいこれなんかちょっと首長いからこう縫うってやつを動画見たでもこれは割といけるでも確かに言われてみたら首長い気もしなくもない これウサギだしキティちゃうんじゃなくて三十九分でいったっけじゃあ次39分でかわい,いなんかお尻がウサギ持ってるねなんか皆さんいっぱい ゲットされてるみたいね私はそんなになんかマックやっぱこれゲットするためにはマック食べなきゃいけないので控えて控えました控えました <laughs> なんか食べ過ぎるかなって思ってと22日にパンケーキ買います 欲しい私なんか日焼けキティちゃんとえっとね50周年キティちゃん欲しい第1弾あと1分だなんかあったっけあっそうだあのですね すごい結構前のお話なんですけどあのー、10月のショールームであのハロウィンイベントの時のなんか何万ポイントか達成した時のご褒美お菓子みたいなやつ。 いただきましたっていうか注文しましまたいたいいてちょっと届くのワクワクです初めてこういうなんかショールームのやつで達成してもらえる何かがもらえるっていうのはゅうゅありがとうございますほんとにあ一人だけでしたタムチンさんありがとうございます どん同世代？じゃ50歳の50歳 <laughs> 私分かっちゃった大丈夫ちきちいちゃん50周年でしょ会えないね全然 ドブ半信下手だからもうやめようかな。<laughs> ドブ半信あ上がっちゃいましたごめんなさい。ドブ半信に下手とかあるか。四十二分。<laughs> 次四十二分です。 いいやすしタイミングがこちらが合わせにいきますので大丈夫優しすぎんませんありがとう諦めないではいありがとう待ってるねこちらへこちらが。 50周年だから50周年のキティちゃんなのかそりゃそうかそういうことかあと <coughs> 40秒くらい。 もうね、最近ねマリオメーカーにめっちゃハマってるの最近っていうかここ2日これ昨日おととい買ったのかななんかすごい3年間ぐらいずっとマリオメーカーが欲しくてそう、おとといんかやっと買ったんですよ私のお小遣いで8 9 他のね、お小遣いで買ったのおっサハさんだ当たりましたあとは私のカードの方じゃなかったなんか一人絶対一人なんだけどえマリエ迷ってますえ、買った方がいいですよほんと とか言いながら私は全然あのねへったっぴなんですけどねめっちゃ一人でもめっちゃ「うわもうなんでこれできないの?」って叫びながらめっちゃやってるんですけどドボン終わりでした次は46分であ間違えたそう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 ,そう45分で始めます私すごいいつも ね、マリオメーカーの実況ばっか見ててめっちゃ欲しいなーって思ってめっちゃやっててめっちゃ下手なのマリオメーカーこれね画面で見るのとやるのと全然違いますね全然なんか自分が思ってる通りにマリオが動かないのなんか私はマリオメーカーってなんかそのマップなんかマリオのコース作るゲームらしくて でも私はもうそういうのはあんまりそっちじゃなくてなんかみんなで対戦なんか誰かが作ったコースを4人で対戦するコースゲームがそれが好きで好きでっていうかそれしかやったことないくて多分あんまコースとか作るの向いてないと思うえ本当に難しいの本当にみんなやってみた方がいいなんかさブロックのこんな 間があってさ通れないの全然もう本当に嫌になっちゃうもっとわかんないなんか写真すぎてマニアはあんまやったことなくて操作方法があんま分かってないままずっとやってる <laughs> マニアにもなんかいろんな種類あるくてわかんない全然やり方 <laughs> <laughs> なのに全然説明見ずにやっちゃうタイプだからなんか結構ゲームとかあんま説明読まずにあのねそのやって覚えるタイプなのゲームに関してはだから慣れまで頑張りますでも一応今なんか C ランクになりました。 お二人使ってくださってる私の、ね、カード。京子ちゃん。なおさん。ありがとうございます。え、わかるえ、ね、なんかね、感覚ですよね、やっぱ。見る、ね、感じるって言ったら、あれなんですよ。めんどくさい見るのが。読むのがめんどくさいです。<laughs> 読むのがエだけサゲだねできないでも君かうんそう大型大型なのめんどくさがりですだからもうね最近もうマリオメーカーのことしか考えてない <laughs> 令和の時代に。 あマリオメーカー全然マッチングしないの夜中私のレートが低いからかな全然夜中マッチングしなくてずっと最近はなんか昨日とか,なんか夜中やってた時にぜも同じ人とずっとやってたずっと同じ人と2人でずっと対戦しててでその人が多分もう寝ちゃったのかな マッチングその一つできなくなっちゃったからもかもネタえそう2019年発売かなもう2024年だよマリワンダーマリワンダーって何わかんないなもうマリオのゲームマリオカートしかあとスマブラ あマリオ・ワンダー持ってるよスーパーマリオブラザーズ・ワンダーのこと持ってる持ってる持ってました <laughs> 上がりました次はじゃあ50分ワンダーはやってないです私はあのね なんか誰かと対戦するゲームが好きなんですよえマリカ <laughs> マリカもアップデートしたのえマリカ結構ね私強いですよ知らないけどレートがちょっと結構やってた気がするちょっと開いてみようかなマリカってカセットでやってたっけあダウンロード版でした持ってる かちょっとじゃマリオカート開いてみようなんか雪を持ってるらしくて一緒に通信したいなんか愛ちゃんも愛ちゃんにも「マリオカートゲットしてよ」みんなでなんか通電話なんか通話しながらやろうよって話しててやりたいな でも本当に、ワリオメーカーのみんなで対戦は実況したい。めっちゃ下手くそなの見てほしい。YouTube、ホテイ、ホテイチャンネル。やばいやだ、ホテイチャンネル。めっちゃ嫌なんだけど。名前が嫌だなぁ。フホテちゃんの。え、何がいいんだろう。ゲーム。 ゲームチャンネルえなんか「平だなゲームゲームチャンネル」ネルをアピールする感じの名前がいいか <laughs> 次五0分です ゲームチャンネルにしようか。七。八。九。十。は。二人に使ってくださってる。高木さんごさん。あっちゃん。ありがとうございます。 知って,ほてちゃんのきらめきつけてくださってるユうスケさんありがとうございますホテイホテイゲームズこれにしようホテイゲームズバイオハザードしたい どうですバイオハザードやったことないあごめんなさいバーストさせちゃったすいませんでもホラーゲームやったことないからクリアができないかもそもそもなんかやり方全然わかんないホラーゲームのやり方 次はじゃあ54本から始めますでもなんかうるさいよ多分ホラーゲームしたらでもなんかねあんまなんかあ喋るタイプじゃないんだけどゲームしながらマリオメーカーに関してはめっちゃ喋っちゃうなんか1あのー、1人だけが勝てるのみんなで対戦ってだからゴール ゴールででき、できた時も、やったーってめっちゃ叫んでる、いつも。え、もう何分にするって言った ?54 分って言ったっけ ?54 分だっけなん、なんて言ったっけ <laughs> 忘れちゃったんだけど。54か。あ、ありがとうございます。54分でした。ごめんなさい。うわ、いたんヤし で今日ねいてててて <laughs> あの階段から階段踏み外しちゃったのねで足すり,むすりむいちゃったのをママが消毒しようかとか言って消毒液持ってきて疲れそうになったけど怖くて「やめて!」って言てってよけたらなんかめっちゃ足さペシャーってやられたことん。 行きたかった消毒液 <laughs> のんちゃんあれだよのんちゃん全然病,病気じゃ風邪じゃないから大丈夫だよ今日のんちゃんと会ったしねっ <laughs> のんちゃん可愛かった今日ののんちゃん <laughs> 痛いすりむいっちゃった なんか3段くらいの階段だったんですけどな,なんかよくわかんなくて <laughs> 踏み外しちゃったの <laughs> やばいよね <laughs> 多分なんかずっとヒリヒリしながら帰ってきてゴミついてたから痛かったんだ消毒液したらね痛くなくなったけど触れたな痛い。 え2回目の方いらっしゃるここねだっけここねだっけさんこみさんありがとうございます、ね、階段難しいね歩くの。 もンしちゃった。え、明日って寒いの?。明日じゃなくて、あそっちが寒いの?。明日はどう?。ですか?。明日の話、明日はどう?。次。五十七分。ラスト。ラストにします。他は。 もうマリオメーカーがしたくてうずうずうず,うずしてます <laughs> 57分でラストです最高気温十二度高いじゃんもうね 東北めっちゃ寒いからねあそうだお話か会の服装ね決めなきゃって思ってたらなんか1時半分終わっちゃった服装。 そうなんだけど悔しい決めなきゃねでもね自分でなんかある程度決めちゃった第二次販売は始まったらまっと皆さんにお知らせしますねってことでぴょんうん。 タムィンさんイミロンちゃんストロールさんみんなほっちゃんカードでしたうれしいありがとうございますありがとう <laughs> じゃあまたでもどば半身下手くそだから。 今月はあと1回できたらいいかなーみたいな感じです <laughs> で、ワンタイムはね言わなきゃねリバースでいようかなって思いながらあ待ってメール送るの忘れちゃったもう <laughs> もうメール送るの忘れたんだけどおしまいです 対戦できなくて泣いてます。泣け泣け <laughs> 泣け泣けじゃあ次回また対戦お願いします。はい、ありがとうございました。皆さん、じゃお休み、お休みのコメントにしておきます。 はいじゃ次は皆さんと会えるのは「明日の劇場と」とえっと握手会かな明日はどうしよう配信は明日次第ですちょっと明日しようかなどうしたろうちょっとケープかけすぎて白くなってる前髪 迷うん <laughs> まぁ、あ、20%ぐらいでするかもしれないですうんなんでびっくりしたハッピーハッピーなんだったっけホリデー何で書いてた読めなかったごめんなさいしんごさんプレゼント10時,10時になったらちょっとラビング行けようけど読みます パーーーーーしますねピピリリありがとうございますああとなんか <laughs> あのね63枚目のお話し会の服装メガネの日作ろうかなって思って。 だりなんちゃって眼鏡なんかこういうのをかけてる人いるじゃんなんかアニメ眼鏡みたいなあれ買ってゲットしようかなって思ってどう思うこんなこんな眼鏡。 え、なんちゃって画ねなんかえ、わかんない。なんか、かわいい女の子がめっちゃかけたりやつ。これわかんないから、よく見るんだけど、かこういう、アニメの女の子がかけてる <laughs> <眼鏡>。ガ <laughs> ネえ、わかんない。どう思いますメガネの日。え、ねえ、ねえ、の日って、なんだろう。制服の方がいいのかな うんどういう服着たりのメガネの日って。ありより何りですかメガネ。なんか朝耳の日と猫耳の日も作りました。あとツインテールの日も作りましたよ。あとね。あチェーンソーマンの制服の日。なんか。 チェンソーマンのコスプレしようかなーって思って第2部のうんなんかねえなん何眼鏡なんの一旦調べてみるね何なんちゃって眼鏡ちょっとどう皆さんにどういうふうにお伝えしたいんだろうななんなんちゃってってちっちゃいやつなんちゃって わかんない出てこないかわいい女の子でいいかななんちゃってみたい、ね、可わい女の子 <laughs> 調べ方やばい女お出たったであ二次元メガネこれじゃない二次元メガネちょっともう一回調べてみよう二次元 かーーねっうーんあでもなんか力が出てくる二次元メガネちょっと調べてみてくださいもう馬鹿の言った意味が多分わかると思うこう,こういう意味がちょっと汚れてるペンギンをねいっぱいチェキのサインとか書いてましたから。 ぜひ2次元メガネで調べたら出てくるっちゃ出てきます <laughs> ハーフフレームハーフフレームって言うんだこれハーフフレームハーフフレームああハーフフレームって言うらしいえっ違うんだけど 違うのばっか出てくる。二次元メガネかな。二次元メガネっぽいです。え、よくないですか。ちょっと今つけたい。彫り紙とかで作ろうかな。ないわ。これもう本当にこれです。でここに黒い。 のでペンで書いてください。<laughs> ポテちゃん <laughs>、ポテちゃんとおんなじの話は、実はまだ応募できません <laughs>。いや応募期間じゃないんですよ。でも二時半分始まったらぜひ待ってます。三月。 23 24あっ3月23がツインだった気がするオンライン3月23のオンラインツインでしたで3月24が波動のパテ速度と優越感の T シャツ着ます あポニーテールにしようかなと思ってるけど私はもうポニーテールの自分があんまり好きじゃないので迷ってます分によって気分で買えるかもしれないハーフツインとかがいいかな波動の T シャツの時は。 な,ないですメイのノさんどんな回ありがとうございますでもやっぱ髪の毛ね巻けたらポニーテールでいいんだけど髪の毛巻いてないポニーテールはちょっと困るサイドポニー それとこに自分じゃできないなんか次のシーズンのハード髪型変えたいな多分変えれないけどもし変えれたらもうなんかバーッてかめっちゃもう運動部なんかダンス部ですよみたいな髪したい。 めっちゃヒップホップ踊りますよイエーイみたいな髪形にしたいなんかここをいっぱい三つ編みにしたいこう三つ編み三つ編み三つ編みってここにありたい でなんか今日波動の方とお会いしてそうひなのさんみたいなやつ連れてったね「法定速度と唯一感のポーズ何にします?」って言われて「ちょっと違うこれで」ってお願いしましたこれでー「いえいえあれどんな針だったっけ?速度とか」 ーあっここは「ウォー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 」ーーーのこれで、ね、しきましょうってお話ししてました。 私消化してるおなかの音なった違うんだ僕はもう早くマリオメーカーをやらなきゃいけないんだやめもう顔も洗ってもお風呂にも入らないといけないんだけどマリオメーカーもやらなきゃいけなくて僕は忙しいんだすごく <laughs> だから10分10分になったらライブランキング読ませていただきます そして私はあのー、あれですねドボンライブのお礼配信もする予定なんですよ。でどっちがいいと思います今月末かそれか,なんかドボンライブ風もう2月のドボンライブの前とかのにするかどっちがいいと思いますわかんない ドボンライブ前の方が結構皆さんももうすぐ来週ドボンライブでお礼配信って日本がおかしくなっちゃったでいいかなって思ったりもしなかったりもなかったりわ,わかんないどっちでもいいドボンライブ当たってない人確かにみんなのさんの傷を 本当だ10分になったのでお読みさせていただきますなんかよく考えたらあれなんですよ年末なんか忙しそうだなって思って公園の公園とか明日からあのフェス ?1 月3日のフェスのレッスン始まるんですよ とかなんか覚えること多そうであのずっとうん俺配信の時間がゆっくり取れないっていうか歌私お歌をお歌わせていたいこうって思っててカラオケ歌を覚える時間え覚えなんか覚える時間なさそうだなって思って。 っっと迷ってます <laughs> 皆さんに「僕の太陽公演もお,お風呂で一斉したい」とか言っちゃったからね覚えなきゃいけない <laughs> よね。<laughs> ねえでも私出演できるとしたら愛しさのディフェンスのいできるポジションでだったら嬉しいな 今月って公園ないの確かになさそうもう発表されてないしねじゃあきますよ13位の方からでしたっけ配信ってでもんかもうね忘れちゃったなんか13位の方からでしたっけあ本ほんとあ13ですよね え私いつ最後にしょ見したっけ最近の気がするんだけど忘れちゃったじゃきますよ13位オノピーさんありがとうございます泣きました <laughs> ?12 位ケミミさんありがとうございます11位ストロールさんありがとうございます10位白熊さんありがとうございます9位ワデさんありがとうございます8位ふっくん ありがとうございます。7位三毛猫さんありがとうございます。6位マシさんありがとうございます。5位ミロンちゃんありがとうございます。4位しんのすけべさんありがとうございます。3位しゅんこさんありがとうございます。2位まきちゃんありがとうございます。そして1位はりょさんありがとうございます。ありがとうございます。また。 月末にで、ね、あ、ねえねえね、どう、ちょっと今、これ迷ってることがあって。年越し配信って、どう思います。どう。ですかね。私、あんま、家族で。その、年明けた、みたいな。しなしたも、みんな。家族寝ちゃうから。どうなんだろう、って思って。 今年はもう大人になったので若ちゃん若ちゃんとか初めてだったもかだから年越ししようかなどうしようかなみんなでジャンプする元旦公演元日,1月1日,元日 え、分かんなくなっちゃった1月1日公演なんだけど、まあ、一瞬だけやる一瞬だけやるっておかしいよねあのじ23時55分とかから始めてあの15分ぐらいジャンプして終わる <laughs> <laughs> 大丈夫でしょう元日公演 あ,あがっひらがなで帰ってくれてありがとうございます。<laughs> ねえねえ15分くあ間違えた。あの23時58分ぐらいから配信始めてあのー、カウントダウンしてジャンプしてバイバーイって終わるのはどうですかね。まんぼろしすぎる逆にいいかな から三分だけ、塩飲むしますって。やばいかな。<笑><笑>まあ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 。それならまあ、すっぴんでもいいかなって感じなので。それがいいと思う。それがいいの。それがいいですか。本当。それでいいの。 じゃあ59分から始めよう。いい感じ、59分から始めて。あのー、19876543212024年。明けましておめでとう。今年もよろしくね。じゃあおやすみ。できるかな <laughs> やばいかな瞬間。 一瞬だけ幻配信してもう大丈夫 <laughs> ごはんもやってほしいえごはんどうしようごはんもやってほしいじゃんけんへかったらいいですよ。<laughs> レア配信逆にいいかもね。ちょっと考えておきます。でも本当に15分くらいしかやらないかも。 確かに楽があるからねではまあやる方向で考えておきますね年越し配信皆さんと新年の挨拶できるし大人だし去年できなかったからではではマリオメイクをしていきまーすバイバーイ早く寝ろ す<休>みー <laughs> また明日の公演で会いましょう。バイバイ。